さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ浅賀です。今日のイカライフ動画はですね、こちらになりますよ。ドーンとアルファロメオのジュリアになります。アルファロメオが作り出した FR セダンになります。イメージとしては BMW の3シリーズやメルセデスの C クラス、このあたりともうガチンコ勝負をする車として登場ですね。アルファロメオとしてはもう本当久々の FR ですよね。振り返ったらアルファロメオの75ぐらいまで FR って遡るんじゃないですかね。1990年代真ん中ぐらいまで生産がされてたはずですよ。それ以来の FR ですよ。1835です。ちょうどいいサイズですかね。アルファロメオらしいですね。はい。日本のナンバーも、まあ、ちょっとはかっこよく、やっぱり日本のナンバーデザイン考えた方がいいですね。今このデザインがもうちょっと細くなったら車どんどんかっこよくなります。グリル周りの形状であるとかデザインはもう変わらずですよ。はい。切れ長のヘッドライトもそうですね。意外となんかマツダのヘッドライトにもちょっと似てますかね。でこういう風にパッと見ていただくと、ラジエーターも奥にあります。ここにもラジエーター奥にあります。だから相当冷却やってますよね。それだけここに積まれてるエンジンがハードです、この車。単なるジュリアじゃなくて、今回はほら見えてきました、クワッドリフォリオですよ。ジュリアの中でも最強最速のエンジンを積んだモデルになります。まあ、正確には限定車とかで F1 トリビュートとかもありましたけれども、これをも20馬力このエンジンをアップさせたのとかもありましたけれども、カタログモデル上で言ったらこのクワドルフォリオがもうトップですね。 2.9リッターの V6 90度バンクですね。510馬力、600ニュートン。ちょっとボンネット開けてみますか。こんにちは。こんにちは。今日はまたバンビとですね、試乗も出かけたいと思うんですけれども、はい、これさすがセンタートンネル側にあるんですね、はい、ダブルキャッチなんだけど、ここでロック解除なんだ最後。でカーボン、またカーボン叩いちゃった。これ書かれるな、いつもカーボン叩いちゃうなぜかすごいねこれ、軽いよカーボン。なんかおばあちゃん家の扉の音がします。まあ僕はシュッとやるよね。シュッとやるわね。はい。だこれ先日乗ったアルファロメオのステルビオのクワドルフォリオにも同じエンジンが積まれておりましたよね。はい。V6 の90度バンクですね。この V6、まあエンジンがちょっと本体が覗かないと見えないんですけど、エンジン先端がここです。シリンダーの先端が。あったこんな分かりやすいところに、はい、これ点火です。一番前の点火です。なのでシリンダーピストンこの辺りまで来てますかね。はい。そのまんまじゃーん。あ、フロントミッドシップではないかな、完全に車軸からで逆算するとこの辺り、この辺りちょうど赤のライン、はい、っていうとピストン一番先頭がちょうど車軸上って感じです。なので結構後ろには積まれてますけど、完全なるフロントミッドシップじゃないです。でもこれ50対50にしてるんですよね、まあ、ここにトラスが組んであって、まあ、この辺りはでも予想の範疇だな。じゃあボンネットちょっと閉めましょう。はい。さあさあバンビ、これどう締めますか。これ両側で。おお、すごい、まあ、僕今本当に力入れなかったんですけど、最後勝手にバタンと行きました。さあ、そしてフロントの空力関連を見ていくと、こういったところから空気がフロントは入り、この下はラジエーターですもんね、入り、そのままほらここに隙間がありますよね。ここから空気が出て、これもいつも通りですな、エアカーテンを作ります。で P0 ですよ。でもこれ専用タイヤですね、確実に2453519インチです。これもうタイヤ見てもらったら分かるんですけど、このタイヤもうブロックがばっかでかいんです。うわ、相当これハンドルちょっとこじっちゃってるな。はい。まあでも反りがここギュッと立ってるので、結構こじりながら、圧かけちゃってる状態ですね。だからさっきと完全走ってますね。これタイムアタックしてるぐらいですよ。でもなんか S タイヤみたいなブロックの大きさですよ、これ。普通なかなかないですよ。いや、これだとちょっと納得できるな。トラクションが異常にあるので、この車
というのもやっぱ510馬力600ニュートンを FR で支えるって普通できないので、それができてるんですよこの車。だからやっぱりこういうちょっとタイヤが特殊なんですよ。その特殊なメインのタイヤがリア、これですよ。リアがもう同じですけども P0 で300はないのかな、285だ、2853019、はい、19インチ同士ですけども285ですよ。でもほらもう後ろもすごいでしょ、このブロックの大きさ。ちょっとタイヤの性能にも助けてもらいながら510馬力を支えてるっていうのが内容になります。決してそれをなんかタイヤの性能に頼ってみたいなことを言われる時あるんですけど、それ決して悪いことじゃないですよね。このタイヤの性能も使いながら車の総合能力を上げてって、結果510馬力をしっかりと使いこなせる FR なんて昔はできなかったので、今それができるようになったので、新しい楽しみ方であるとか刺激であるとか、そういうのもこの車はもたらすというのも特徴的ですよ。後ろもかっこいいですよ。ほら左右で、2本出しです、はい、そしてカーボンのリアウィングがついております。結構跳ね上がりとしても強いですね。エアロ関連でバンビーなんかすごいの発見したんですよね。そうなんですよ、はい、このどこですか、フロントなんですけど、フロントすごいですか、どのぐらい、びっくりすると 何度ですか。これでもびっくりするとは予想外って意味では、70点、70点、100点満点中100点満点中。どこが動くの、このカーボンが動くらしいんですよ、はい、これが動くの？カーボン。本当に？いやー、彼が動くって言ってます。でもなんか動きそうな、これ動きます。これがニョキッと下に下がります。これでも結構低い方だよね。相当下がる。これで相当下がるんだ。これ絶対吸ってるよ誰か今んとこ大丈夫そうです。へえ、このでっかいのが動くってすごいですね。フロントウィングじゃないですかもう完全ですよ。バンビーちょっとハザードつけてもらってもいいですか、はい、でブレーキランプをつけてもらってもいいですか。じゃあまずハザードから。はいはい、ハザード普通です。あ、これかっこいい。これポジションランプ、あ、ブレーキ踏んでんのね。今ブレーキ踏んでます。あ、ブレーキ踏んでて、これかっこいい。はい。今度ポジションです。あ、ポジションかっこいいじゃないですか。このなんかシュッとした感じいいですね。シンプルでいて。ありがとうございます。ちなみにせっかく乗ったんだからもう先に触りだけエンジンかけてみてください。はい、うん、意外とおとなしめですね、はい、この辺りは。じゃあもうそのままトランク見ていきましょうか。2人で撮影って楽だな、結構広い。ここがでもスパンとアウディみたいじゃないですかちょっと、うん、結構スクエアに撮られてますね、うん、で僕だからこれちょっとディスったんだよだってこれ掘れてる方が荷物は積みやすいでしょ。こっちは掘れてるけども、ここには何か入ってるんですね。何が入ってるのか見ちゃうのが、はい、あ、バッテリーだ、来た、ここにあるんだ。重量バランスだからこれで重量バランス取ってるんだ。でこっちに積んでるってことは本当はこの車でいうと左ハンドルの方がバランスがいいんだ。あー、なんかちょっと見えちゃったな。うん、やっぱまだ左ハンドルビーキみたいな感じかな。さあ床下収納は、え、この下何があんの？パンク修理剤だね。何でしょう？もう一個バッテリー出てきました。何ですかこれ？違う。ヒューズボックスです。へー。びっくりした。バッテリーかと思った。すごい。これすらも重量バランス考えて後ろに来たんですね。え、ヒューズボックスそんな重たくないですけどね。はい、すいません。たまに、はい、たまに冷たいんですよ、うん、たまにあの毒吐くのはいろんな人にもねもう率直なんで、忖度誰にもないんでね。でも忖度されるの大好きですけど、はい、さあ
後席を見ていきましょう。今運転席僕のポジションに本当合わせてありますので、はい、そのまま乗り込みます。意外とここのサイドシェルちょっと高めですけどね。はい、またぐ形で入ります。あ、足は思いのほか普通に入りますね。センタートンネルはでっかいな。これも結構剛性加工には関わるので、まあでっかいのが悪いことではないですけども、もちろんセンターシートも座れますよ。なので5人乗りですよ。はい、ここはまあここオーソドックス。はい、まあ十分小指まで立ちますね。あのまあホイールベースが2820っていうのを考えたら、思いのほか結構広い方ではありますね。ちょうど手のひら1枚ぐらいです。まあなので、まあ十分といえば十分かもしれないですし、でもそんなゆとりがある感じでもないですね。でもこのアルカンターラのこの素材によって体が結構動きにくいですね。服との摩擦も大きいので、このあたりいいと思います。さあ、じゃあ運転席行きましょうか。じゃあ運転席、さあもうドア開けるといつもシートが乗り降りしやすいようにギューッと下がってくれるんですね。まあこのあたりエスコートするような、気の利いた、機構もついております、はい、シートもメモリー機能もありながら電動ですね。やっぱりこの赤ステッチとか本当かっこいいですよ。でこの革の革張りもかっこいいですね。質感高いですよ、すごく。ハーマンカードンの、はい、スピーカーシステムが、はい、ついております。こういうドアポケットもう少し厚みというか、あのゆとりがあったらいいんですけどね。少し小さめですね。結構センタートンネルの張り出しは強いです。発足オートマです。なので発足オートマ分の張り出しが、ああやっぱ右の方が少ないかな、やっぱ張り出し、あごめんなさい、右の方がちょっと多いですね、張り出しが。左の張り出しと右の張り出しでいうと、右の張り出しの方がちょっと大きめです。まあこの辺りはまあしょうがないですよね。足をパンと、もう完全真正面はもうブレーキペダルです。ペダル配置とてもいいです。まあなんでこういう風に配置がいいかも、ここの距離があるからです。だからアクセルペダルがちょうどこの辺りにあるようなイメージですよ。なので、やっぱり50対50をやるためにフロントタイヤをギューッと前に出してってるので、前に出せば前に出すほどペダルとのフロントタイヤの干渉はなくなるので、ペダル配置もどんどん良くなります。なので重量バランスを良くするためのフロントタイヤの前出しっていうのは、走りだけじゃなくてこういう基本的なドライビングポジションもどんどん良くしてくれますね。アルファロメオの刺繍が入っております。かっこいい。でアルカンターラの、はい、シートの素材としては、中央部分の体との密着度が高いところはアルカンターラで滑りにくくして、周りは革で仕上げております。形状すごいモリモリですね、はい、なのでサポート性は非常に高い。でも太ってる方はちょっとここ苦しく感じると思います。そのぐらいちょっとタイトですね、はい、シートとしては。まあ普通ですね、はい、まあこの辺りもメカニカル系の、はい、エアコンですね。ドリンクホルダーあります。蓋をすると、はい、かっこいいですね。もうカーボンで全部仕上げております。バチッ。いやーかっこいいですね、はい。さあ、もうアルファロメオも今もうこのジュリアはですね、次世代型アルファロメオの新しいプラットフォームを使ってますので、もうこの辺りも次世代型で、センターに大きなモニターがあって、これで速度であるとか必要な情報がどんどん出てきます。はい、この表示を切り替えるのはこの頭右側のワイパーレバーの頭を押すと、はい、こういう風にどんどん切り替わっていきます。燃費とか速度とか、実際燃費は8を切るぐらいですかね、今。まあ、結構踏んでるので、もうしょうがない部分かとは思います。運転支援ももちろんついております。で、速度計としては330キロスケールですね。タコメーター、はい、こちらに。で、6500回転レブリミットです。7000回転までがもうマックスですね。2550回転で600ニュートンを発揮するエンジンで、510馬力はこの6500、このだからレッドゾーンギリギリで発揮するっていう、回せば回すほど気持ちよいエンジンに仕上がっております。センターモニター周りはもう全部ここで調整です。メニューボタンを押すとこの表示になります。携帯電話とも連動しているので、あの iPhone とつなげれば、カープレイが連動で立ち上がったりします。じゃあ走っていきましょうか。うお、やばそう。レースにしますよ。音聞いててください。バルブが開きますので。
はい、走り行きましょう。